皆さんこんにちは。ゆる聖書学徒の小林拓馬です。今回ご紹介したいのは、映画の中に登場している聖書のモチーフについてです。今回紹介する映画は、映画、ピノキオ。まあ、ディズニーもアニメ映画を作ってますし、いろいろな形でリメイクなんかもされている、まさに不朽の名作と言っていいんじゃないでしょうか。 このピノキオを簡単にあらすじを説明しますと、まあ、ゼペットじいさんというおじいさんがいまして、このおじいさんがピノキオという木彫りの人形を作ります。ここに命が吹き込まれて、まあ、人形が動くようになるわけなんですけれども、それでも人形は人形。このピノキオは本当の人間を目指して冒険に出かけるよ。なんていう話ですね。で、このピノキオの中のどこが聖書のモチーフなのか。 まあ嘘をつくとこう鼻がスル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 っと伸びていくのがピノキオで有名ですけど今回はそれはあんまり関係がありません何が聖書のモチーフかというと最後のクライマックスのシーンですこの時ゼペットじいさんとピノキオ君は大きなクジラに飲み込まれてしまいますよねこの大きな魚に飲み込まれるというのが実は 旧約聖書のヨナ書というところからインスピレーションを得て物語を作ったんですね。旧約聖書のヨナ書、どういう話かと言いますと、まあその名の通り預言者のヨナさんという人が主人公なんですが、このヨナさんが神様からとある町に行きなさいと、そこで神の裁きを告げなさいという命令が下るんですけれども、まあビビってしまったヨナさんは船に乗って逃げようとするんです。 ま、けれども、神の目から逃れられるはずもなく、大嵐に見舞われてしまったヨナさんは、乗組員たち相談の上でね、あの、生贄として嵐を沈めてくださいということで、海にポチョーンと投げ込まれてしまいます。え、このヨナさん、海に投げ込まれてしまって、なんと、大きな魚にパクンと飲み込まれてしまうわけですね。まあ、ちなみに、旧約聖書が書かれているヘブライ語では、これは、ダグカドール、大きな魚、 しかかかか書いててなくてですねクジラだだだだっっっったたたたのののサメマグロだったのかイルカだったのかまあ、それはよくわかりません。まあ、大事なのは、まあ、大きい魚に飲み込まれてしまったということですね。このヨナさんは、魚のお腹の中で少し反省をして、で、神様に許してくださいと言って、まあ、神に許してもらって、魚からペッと吐き出されて、陸に戻ってこれたよ。 そんなお話が書いてあります。この大きな魚に飲み込まれたっていうのが、まあピノキオが聖書から、えー、拝借した、聖書から借りてきたモチーフなわけなんですけれども、実はこれだけがピノキオが用いている聖書のモチーフではないんですね。もっと他の要素があるわけなんです。それは大きな魚に飲み込まれた後どうなったのかというお話ですね。このピノキオさんは、まあ魚から 出ることクジラから出ることができるわけなんですけれどもまあ実はいろいろあって死んでしまうんですねで死んでしまうわけなんですが、まあ、妖精さんが現れて命を再び吹き込んでくださってでこの人形であったピノキオはなんと本当の人間になって復活することができるわけなんですねまあハッピーエンドっていう感じでこの映画は終わるわけです実はこれも新約聖書の概念が用いられているんですね 他ならぬイエス・キリストが実は言ったことに関係があります。このイエス・キリスト、先ほど言った旧約聖書のヨナ書というところを引用して、実はヨナ書は自分の人生の伏線だったんだということを語ります。ヨナは大きなお魚の中に3日未晩いたと書かれているわけですが、この3日というのは自分が十字架で死んで、で、墓の中に入れられて、その墓に3日間いるよ。 三日目に復活するよっていうことのモチーフなんだということをイエスが語っているわけです。でイエスはその通り墓から三日目に蘇ったというふうに聖書に書かれています。このピノキオが新しい人間になって蘇ったという部分、実はこれが キリストが復活した。そしてそれを信じる人間が古い自分が過ぎ去って新しい霊を神からいただいて、新しい自分として蘇るんだ。という概念がキリスト教にあるわけなんですけれども、このキリスト教にとって非常に基礎中の基礎の重要な神学を用いてピノキオは最後のオチを書いているわけです。 つまりピノキオは旧約聖書からもアイデアをもらい、新約聖書からもアイデアをもらったキリスト教を網羅した形の作品なんですねえ。様々聖書の要素を用いて書かれている作品が他にもまだまだあります。機会があればご紹介させてください。機会がありましたらお会いしましょう。それでは